よろぶん、あんにょんはせよ。84回目の例文で覚えようです。今日も日常でよく使うフレーズを準備しました。今日この動画では、〜したついでに、〜するついでにという言い方を覚えることができます。今日の例文です。地元に帰ったついでに友達にも会ってきました。韓国語で言ってみましょう。 小屋へ、漢木め、친ど들도만나고왔어요。어요詳しい内容を見ていきましょう。まず、この地元というところですが、意外と訳すのが難しいポイントです。ゃんというのは、故郷の漢字語ですね。地元というのが、故郷、ふるさと、出身地、 という意味合いでしたら、小ンを使うことができます。では、地元の友達というときはどのように言うでしょうか。これは、こやんちんぐー。これで地元の友達ということができますね。そして、とんねちんぐーもありますよ。使い分け方としては、こちらのこやんちんぐーというのは、ふるさとにいる地元の友達という意味ですね。 こちらのトンネチングというのは今住んでいる地域のその地元にいる友達ということになります地元という日本語に完全に一致する韓国語がありませんのでその時々の状況に合わせて韓国語の単語を使い分けていきましょうでは続いて〜何々したついでにというところです動詞ににうんぎめ、うんぎめで〜したついでにという意味になります この過去連帯形の部分が現在連帯形に変わると何々するついでにという現在の意味になります。上のにうん決めというのはすでに行われた動作をきっかけに他の行為もするということですね。では、2つの例文を作ってみましょう。私たち集まったついでに一杯どう百貨店に行くついでに化粧品も買おうと思っています。 え時間がある方はここで一度動画を止めて作文してみてください。どうぞ。はい。では上の例文から見ていきましょう。私たち集まったついでに一杯どううりもいんぎめ、すうはんじゃんはるかうりもいんぎめ、すうはんじゃんはるか えここは今2回目を読んだときに、スル・ハン・ジャン・ハルカ。この部分を少しつなげるように言ってみました。スル・ハン・ジャン。この部分を、スラン・ジャン、スラン・ジャンというふうに読むと、少し慣れた感じが出ていいかもしれませんね。売りもいんぎめ、スラン・ジャン・ハルカ。では下の例文です。百貨店に行くついでに化粧品も買おうと思っています。 百ペッカゾメカヌンギメ、へァジャンプムドサリョゴヨ,ョョゴヨ。ここはサリョゴヘという風うに言ってもいいですよ。それでは声出しタイムです。一つだけ発音のポイントをお伝えします。カンギのところですが、ここはカのニュンパッチムの直後にキというキヨの発音が来ていますので、 かんめという風に、こういう時に、イうンのパッチンの発音についなってしまうという人が多いです。しっかりと下先を上の歯の裏側に当てて、かんめ、んめという風に、少しパッチンにうを強調するようなイメージで言ってみましょう。それでは3回読みます。しーざっ。ごへかんぎめ、ちんぐ들도まんなごわっさよ。 ごやんえかんぎめ、ちんぐるどまんなごわっさよ。へ今度は日本語が聞こえてきたら、すばやく韓国語で言ってみましょう。地元に帰ったついでに、友達にも会ってきました。はい、お疲れ様でした。 今日は地元という日本語を韓国語に訳すときその場の状況によっていろいろな単語を使うということをお伝えしましたそれから、えー〜何々したついでに〜何々するついでにという言い方もこれももう覚えましたね今日出てきた表現は日常の中でもかなりよく使うと思いますのでぜひマスターしてくださいねそれではまた次回の動画でお会いしましょうあんにょんいげせよ